長野県千曲市にある城山史跡公園です。1584年の廃城から500年近く経って復元整備されてよみがえった荒戸城、 NHK 大河ドラマの撮影でも使用され、当時の山城の様子をうかがい知ることができます。今回はそんなお城をご紹介します。国道18号線を左折して県道498号線へ、県道聖高原千曲線です。千曲川を越えたら戸倉上山田温泉街です。すぐ先にある城山入り口の交差点を直進、路面はアスファルトからコンクリートへと変わります。これが意味するものは、道路標識を見てください。勾配が 18% もあります。かなりの急勾配ですし、道幅も狭いです。なおも登り続けて2分くらいで善光寺大本願別院の横を通過、そのすぐ先に荒戸城跡入り口の看板がありますので、そこを右折。右折してすぐのところにちょっとした駐車場があり、またすぐ先にも駐車場があって、そこで行き止まりです。駐車場は案内図によりますと手前に7台。その先の駐車場は10台分のスペースがあるそうです。なお駐車料金は無料です。案内図で簡単に地理を確認したら、早速入場口へ向かいましょう。駐車場の脇道から登っていきます。途中、眼下の景色がとても綺麗ですが、この先にはもっと綺麗な景色が待っています。3、4分ほどで入り口に到着しました。右手はトイレになっています。入園料は個人が300円ですが、私は JAF カードを持っていたので250円になりました。なおペットの入園は可です。私は犬を連れて行きましたが、犬と一緒に見学することができました。ここでは荒戸城跡のリーフレットや千曲市の案内図、桂尾城跡への案内図ももらえます。門をくぐってすぐ右手にあるのが4の角です。幅は大してありませんが、奥行きは結構ありますね。先へ行きましょう。はい、頑張ります。手すりがありますが、使わなければ登れないほどの勾配ではありません。この公園は非常によく整備されていて、山城なのに軽装でカジュアルな服装や靴で気軽に見学することができます。そしてこの右手のちょっとしたスペースが3の角。ここまで来れば見上げれば青楼櫓が見えています。櫓門が見えてきました。正面に土塁、
ここで90度、直角に曲がらせられます。門の上からも攻撃にさらされますね。門をくぐっても正面に石垣でまた直角に曲がらされ、曲がった先は道は細くなって上りになってます。ここでも左右上方から攻撃にさらされます。登った先にあるのが青楼櫓です。早速登ってみましょう。もう何と言いますか、絶景が見られる予感しかしません。そして登った先に待っていたのはやはり絶景でした。東側の果てには上田方面、西の千曲川の先には長野市街も見渡せます。ちなみに千曲川から見る荒戸城はこんな感じです。戸倉上山田温泉の戸の字の上に青楼櫓があるのが見えるでしょうか。さて場所を戻して二の角、本角へと向かいましょう。二の角には兵舎が復元されており、中は展示室になっています。ジオラマ模型があるのは嬉しいですね。城や縄張りを立体的に見ることができます。ここではパネルや出土品が展示されていますが、荒戸城の他にも同じ千曲市内にある八代城や松岳館の出土品も展示されています。八代城と松岳館はまた別の動画でご紹介します。この兵舎は2つの部屋に仕切られており、手前が展示室、奥が映像室になっています。兵舎を出て本閣へ向かう前に櫓門からの景色を見てみましょう。ここまで登ってきた敵兵を門の上から撃つことができますね。さていよいよ本閣へと向かいましょう。歌舞伎門をくぐってなだらかな上りとなっています。復元とはいえなかなか立派な石垣です。本閣への経路は二の角よりも狭く、また二の角と同じように直角に曲がらされ、門をくぐると再び直角に曲がらせられます。二の角よりも長い上りで、道は緩やかにカーブしています。ここでも敵兵は左右上方から攻撃にさらされますね。
本閣には弊社と城主の入る館が再現されています。弊社の中は展示室となっており、 NHK 大河ドラマ風林火山の撮影風景や豪姫たちの戦国の撮影風景がパネル展示されています。弊社を出て城主の館へ行ってみましょう。中の様子はこんな感じです。本閣の櫓門にも登ることができます。本閣の標高は590メートル、千曲川からの飛行は220メートルありますが、眺望は青龍櫓からの方がいいですね。展望台があるので行ってみましょう。あの山の切れたところに社城があり、その向こうには飯綱山や戸隠山も見えています。荒戸城が復元されているのはごく一部で、本来は5つの廓が並ぶ連閣式山城でした。また荒戸庄城や若宮入山城、庄城が同じ尾根に並んで築かれていました。荒戸城は隅々まで見て回っても1時間もあれば事足ります。ここまで来たのならお隣の榊町にある桂尾城を訪れてみるのはいかがでしょうか。桂尾城は青龍櫓から見ることができるほど千曲川を挟んで目と鼻の先にあります。榊神社の裏手に登城口があり、かなり険しい山道を40分ほど登らなければいけませんが、北信濃の猛将村上義清の居城だったので、ここは押さえておきたいお城です。そして荒戸城を語る上でやはり押さえておきたいお城が社城です。荒戸城落城時最後の城主だった社氏の爪城でした。成田山不動尊がある北側登城口から登り、社神社を越え、廓や堀切などいくつもの遺構を見ながら20分も登ればたどり着きます。山の上にある本廓としては東西22メートル、南北58メートルと想像したより広いですね。そして社城まで来たのなら車でわずか数分先にある鷲尾城にも行ってみたいところです。駐車場は5台分のスペースがあり、駐車場から登城口までは数百メートルです。ここが登城口です。登城口近辺には駐車場はありません。
かなり険しい山道を20分ほど登らなければいけませんが、堀切りや石垣などの遺構も残っており、特に主角の背後にある二重堀切りや三重堀切りは見事の一言です。また同じ千曲市内に荒戸城の展示室にもあった松岳館や、道路を隔ててすぐ隣には川中島の戦いの初戦の地となった竹水分神社もあります。ここも見て回るのにそう時間はかかりませんので、足を運んでみるのもいいと思います。さて、信州といえばやはりそば。千曲市で食事をするなら戸倉駅のすぐ近く、国道18号沿いにある茅屋はいかがでしょう。国道沿いにも駐車場はありますが、店の裏手にも駐車場があります。裏手から入ってみましょう。蔵のような建物を2つ通ると、かやぶき屋根が立派な店の前に出ます。この建物は築250年で有形文化財として登録されており、店内の佇まいもとても落ち着いていて、そばを食べるのにこれ以上ない雰囲気です。10割と2鉢の合盛りと天ぷらを注文しました。まず薬味が出てきましたが、わさびは生わさびですね。右が10割で左が2鉢。そして天ぷらの盛り合わせ。ここのお蕎麦は本当におすすめできますので、荒戸城および千曲市を訪れた際はぜひご賞味してみてください。荒戸城青楼櫓のすぐ下にある看板、戸倉上山田温泉。山のふもとには温泉街が広がっています。無料の足湯などもありますので、山城巡りで疲れた足を温泉に浸かって休めてみるのはいかがでしょうか。今回は千曲市にある荒戸城をご紹介しました。その他、今回の動画でご紹介した桂尾城や八代城、和塩城や松岳館などの動画もご用意しますので、そちらの方もぜひご覧になってください。